記者の会見を予定しておりましたが、北朝鮮の金正恩の死去に伴い、みんなどっか行ってしまったと、忙しいでとても来れない、もしかしたら明日か明後日どっかで会おうということにというふうに電話いただいておりますが、しかし嬉しいことは NHK の林さんは筆頭でずっとここに来てくださってありがとうございます。そして是公共电视的冯小姐，冯小姐，对不起，冯小姐。啊，原住民台。啊的，原住民の電視、テレビジョンの方が来てくださって、あと雑誌を編集して名刺をもらったけど、ちょっと忘れてたけど、はい、萩原さんね、本当にありがとうございました。短い時間になると思いますけど、皆さんから台湾民政府あるいは台湾の将来についての質問がいただければ、できる限り答えさせていただきたいと思います。で、私たちの今日は英語、日本語、台湾語、時には北京語のを持って返事させていただきます。では今からその記者会見を始めたいと思います。どうかよろしくお願いします。早速よろしいですか。はい、どうぞ。まず我々日本人にとってはですね、台湾民政府というのは非常に馴染みのない名前なんですが、そもそも非常に基本的な質問で大変恐縮なんですけども、台湾民政府というのはどういう組織でやって、いつ設立されて、どのくらいの会員がいて、でどういう活動をしているのか、その基本的なところからまずご説明願いたいです。台湾民政府というのは正式には2005年6年からそういう理論ができて、でアメリカの裁判所に対し、台湾の国の主権はあるか、国家であるかどうか、そして台湾人が主権があるかどうかに対して私たちはアメリカ政府に正しました。でそれが2007年8年9年という3年続いて地方裁判所、高等裁判所、そして最高裁判所を通して得られたことは、最終的には裁判所としては最終結論はできないと、ただペンティングでもう一つ処理しなきゃ、政治問題ですから、政治がどういう判断をするかによって私たちは最終的裁判を下すと。でそこで結局最高裁に、地方裁判所は台湾は国家ではないと、台湾人は主権を持たないという結論を下しました。無国籍だから国家ではないから、もう無国籍という言い方もあります。台湾というのは主権がないというような国籍もないということ。そして高等裁判所において台湾は台湾人というのは戦後、時は64年間国籍のないまま政治連合国の中に生活して、本当に大変な国民である、だからその地位に対し、そして台湾の主張に対して何らかの決断をしなきゃいけないと。それに対してもやはりアメリカの国務省の弁護士によって、私たちはこれは政治問題だと、そこで最高裁の判事、高等裁判所の判事が、この問題は政治に関わっているけど皆さんが訴えたいならば最高裁に訴えてください。それで私たちは2009年最高裁に訴えました。最高裁も地方裁判所と高等裁判所の判断同じ、台湾は国家ではない、台湾人は主権を持たない、台湾国籍はない、台湾人は政治的の連合国にあるという、本当にかわいそうな台湾人であると。でこの件について、じゃあディフェンス側のアメリカの国務省の弁護士はどう回答するかというと、アメリカの弁護士は私たちは何も弁護しないと、いわゆる弁護の権利を放棄します。そして最高裁判所の判事が、じゃああなたたちは
台湾の原告側 の、 あの言い分はそれで受けますかって、はい、そうですというあの返事でした。で、最終的に最高裁は、しかしこれは確かに政治の問題、台湾問題は台湾関係を挟んでて、サンフランシスコ平和条約を守りながら、日本が守ると、アメリカが守ると言いながら台湾関係法ありますから、で、この台湾関係法を作ったのはアメリカの議会だから、憲法の中にある台湾関係法ですから、最高裁として、まあ、今度議会に対して国会に対して私たちの意見をあの要求すると、はっきりしてください。で、それが2009年の後半になって、あのこの裁判がこれで終わったんですが、結論は出てないで終わったんですけど、2009年からアメリカの国務省と国家安全局と CIA と 国防省が私たちに接触してきて、でそこで2008年の2月2日台湾民政府を成立させました。で、これはあのアメリカ占領下における沖縄があの日本に返還という同じように、あの沖縄民政府をが立ち上がって、後にアメリカ軍政府があの民政府にすべきの権限を渡して、それから沖縄 の、 あの国民の選挙によって日本に帰ったということ、今後台湾民政もその方法で行っていくと思います。で、2つの問題というのは、台湾民政府は確かに2006年から台湾もぼつぼつと出てきて、2008年9年からいろんな活動をしてますけど、台湾のメディアすべて否定して全然報道しない。だから私たちはネットの上におけるその情報の伝達の手段しか得られてない、これが事実です。だからあんまり知らない。で、台湾民政府は昨年から活動の目的として台湾人民に対する研修会を、 つまり台湾民政府の建国の精神とアメリカの建国の精神を勉強しながら、いろんな制度について勉強し、今が第23期ですか、23期まで行って、今のところ訓練されたのは1,500-1,600人かな。で、台湾民政府の中に実際にあの一緒に活動しているのは約3000人弱で、応援サポートをしているのは、まあ、なかなか統計できませんけど、だん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 広げて、台湾の有名人もだんだん参加したのは現状です。で、今台湾があの5つの州にを作って、参議院もできまして、内閣参議院が完成させ、そして台湾に6州に分けて、つまり台北州、台中州、台南州、高雄州、花蓮、宜南、台東州、それで原住民州で6州で、6州の 州長がありまして、そこからいろんなあの政治 の、 あの組織図に今作っております。であれですか、あのそういう活動の上で具体的な、だったら今の台湾政治にですね、今あの入っていこうと、つまりあの議員を立てるとかですね、はい、そういう政治活動は考えていらっしゃらないんですか。全く考えておりません。というのは、私たちは例えばあのかつての李登輝先生は中華民国の体制の中に相当でございました。陳水扁さんも中華民国の体制、そして今度の蔡英文さんの選挙も中華民国の憲法の中の体制で動くですから、私たちは基本的に台湾、中華民国は台湾は占領して、そして占領地で国を亡命政府として国を立つことはできない。だから私たちは中華民国は正当の政府じゃなくて、あくまで今の法律に従って台湾は日本の所属であって、アメリカが占領下にあると解釈して、全ての選挙をボイコットしている。